皆さんこんにちは、鈴由美です。キラーンシャキーン。はい、今日の動画はセブンイレブンで気になる商品をいくつか買ってきたので、これで宅飲みしていきたいと思います。またセブンイレブンかよって思わないでくださいね。本当に家の近くにセブンしかないんですよ。それじゃあ商品紹介の前に乾杯していきましょう。で、今日のビールはこれ新発売だったかな、サントリーのいただき極上ゼロ、アルコール 7%、糖質ゼロ、極上の飲み応え、201円です。キンキングラス持ってきました。冷たい、グラスが冷たい。おし。大成功。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様です。乾杯。そこまでビール感は強くなくて、だけどホップのすごいフルーティーな香りがします。アルコール 7% だけどね、そんなアルコール感も感じない、すごくすっきり飲めるビールです。うんうん、美味しい、これ好き。それじゃあ今日買ってきたものを紹介します。はい、まずはこちら、もつのネギゆずポン酢。書いてある通り税込み298円です。男気わさビーフ、辛さ&濃厚最強クラス、こちらが204円でした。どのぐらい最強クラスなのかっていうのをね、試してみたいと思います。そして今日のメインです。東京大久保地獄の担々麺ごま流、濃厚激辛、267円です。はい、そして後から飲むこのウーロンハイが152円1本。いや、今日の宅飲みもすごい楽しみです。じゃあね、まずはもつのネギゆずポン酢、これから食べていきたいと思います。もうほんとね、もつ系にはね目がないですね。すぐ買っちゃう。柚子胡椒がついてる。この柚子胡椒をポン酢に溶かしてかけたいと思います。開かないんですけど、ちっとも。全然マジックカットじゃない。もういい匂い。もう前菜にはもってこいですね。改めましていただきます。うん、うまっ。この柚子胡椒のね、香りとこの華やかなビールがめちゃくちゃ合う。もつポン酢途中なんですけど、これいきたいと思います。ちょっと気になるんで。男気わさビーフ。男気とは何ぞや。一つ刺激的な超わさび味、一つ旨味染み渡る濃厚なビーフ味、一つ大容量の 100g 一気に食らうべし。いや、一気には無理でしょう。わさビーフ美味しいよね。酒のつまみにはもってこいなんだよ。あー、久々この香り。こんな感じでポテチ、私箸で食べる派なんで箸でいただきます。うん、でも普通のやつよりやっぱね強いです。わさび感とかツーンとする感じが。わさび好きにはたまらないですね、これは。
変顔が炸裂してしまうぐらいツーンとくる。前菜2品終わったところでいきますよ。これ今日の大本命、辛さのステージ表があるね。これね、ファーストステージ、セカンドステージ、ミドル、ハード、マックス。久々じゃない、動画で辛いの食べるの。こんな感じです。後入れ液体スープと後入れ特製、これ粉末スープと火薬。じゃあ火薬入れますね。おお、すげえひき肉。これがすげえひき肉です。お湯を入れるんですね。ちょっとお湯を沸かしますね。今日ちょっと缶のまま、すいません。いや、いつも映すんすけどね。うまい。お湯入れます。5分待ち。もつポン酢食べちゃいましょう。ビール 7% だからこんな酔っ払ってんのかな。はい、じゃあ5分経ったんで開けて混ぜて完成させます。うわ、めっちゃオレンジ、めっちゃオレンジ。うわ、あ、すごいごまの香り。こんな感じでね、これよく混ぜます。出来上がり。地獄の担々麺いただきたいと思います。スープからまず。ああ、辛いけどでもやっぱ味噌とごまの甘みが強いかもしれない。で、山椒の香りもするし、すごい美味しいスープ。うん、うまい。ちょ、血の池は気になる、これ。いつかお店に行ってみたいです、ちゃんと。辛さレベル的には、このぐらいがやっぱちょうどいいと思う、美味しく食べるには。痛い、ちょっと手前の辛さだから。うん、スープのとろみがすごい。今日の宅飲みも美味しかったです。ごちそうさまでした。
い、それでは前回の篠屋動画から返信できてないコメント拾っていきたいと思います。個人的に篠屋の動画が一番好き。働いてる私としてもすごく大好きなお店なので、そう言ってもらえるのはすごく嬉しいです。今後もね、篠屋の良さを伝えていけたらなと思います。篠屋は一人いくらぐらいで収まりますか？私がいつも行って飲み放題して、まあ、料理 2,3 品頼めば、まあ、4,000 で収まるかな。4,000 から5,000の間ぐらいかな。すごい美味しそうです。ただなぜ顔を晒すのでしょうか。見た目が悪いので余計に思います。芸能人の方でしたら申し訳ございません。汚い投稿者よりもがっつり料理を見せてください。すごくね、すごい言われようじゃない。汚い投稿者って別に汚くないでしょ。ツッコミどころ満載なんだけど、頭大丈夫かな。ドリンクもフードも豊富で、篠屋のために郡山に行きたい。会津とかいわきとか福島市とか行くと温泉だったり観光名所、お城だったりあるんだけど、郡山って中心なんだけど意外と何もなくて、住んでるからわかるんだけど、だからこそもうお酒とお料理を楽しみに来てくれたらいいなって思います。お酒好きだからそれに関わる仕事したいです。鈴見さんエンジョイしてていいな。接客とか飲食店が好きだから、バイトは飲食店のバイトしかしたことないし、まあ、これからそうまた仕事がするんであれば絶対飲食店がいいです。居酒屋がいいですね。飲むときタバコは吸わないんですか？もともと吸わない。 3,4 年前ぐらいにタバコをやめました。もともと吸ってました。歌を歌う番組に出るって決まってからをきっかけにやめました。今年は篠屋で鈴弓さんと乾杯するのが夢。私なんかをね、夢にしてもらって本当になんか、本当恐れ多いです。本当ありがとうございます。こうやってね、言ってもらってる以上私もね、夢というか、まあ、目標というか、あんま作るタイプじゃないんですけど、まあとりあえず日々の積み重ねで頑張っていきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。鈴弓でした。バイバーイ。石焼きもお芋